今回の事件を受けて川崎幼稚園の休園が続いています。再開のめどが立たず、子どもを通わせる保護者は複雑な心境です。肺炎という言葉を書いてくださいということは話してきました。確認しました。昨日の記者会見の場で、事件を受けて肺炎の可能性も示唆した川崎幼稚園の増田理事長。行政側の動きも判断したいと考えています。肺炎については園長の方は今どのようにお考えでしょうか。市と話を していまして、来週早々県と市の、特別監査があるということで、その特別感染に委ねるということになります。判断を待ちます。168人の園児を預かる川崎幼稚園。事件以降休園が続いていて、多くの子どもたちは自宅待機を余儀なくされています。牧之原市の子ども・子育て課には、川崎幼稚園を利用している保護者から不安の声が多く寄せられているということです。牧之原市子ども・子育て課によりますと、川崎幼稚園に通っている園児たちの一時預かり先となる園の調整は、川崎幼稚園がすべての作業を行っていますが、難航しています。仮に川崎幼稚園が廃園となった場合、市として168人の園児を即座に受け入れることは現実的に難しいということです。職員不足や通う距離の問題があるためです。事件後、担当課には川崎幼稚園に通わせる保護者から相談の電話が相次いでいます。担当者は、多くの園児をいつまでも自宅待機にさせておくのは許されないと危機感を募らせていました。